ひろさんこんにちは。のちゃんこんにちは。今日はタイマンをしていきたいと思っているんですけども、はい、もう最近のひろさんはね、ダメなので俺には勝てないと思う、勝手に思っているので、はい、手下を連れてきました。え、うなちゃんで勝てないのに手下連れてきたの？ああ。うなちゃん、それ言ってること、僕舐められてるじゃないですか、それ。は？俺、じゃなくて、手下が戦う、今回は。は？いや、俺じゃないの、は？なんで？この対話はもう俺じゃなくなった。は？じゃあもううなちゃん乗っ取られてるじゃないですか、ある意味。はい、それではうなちゃんの手下対ひでおさんのタイマンをしていきたいと思います。おい、もはやもう俺は戦わない、ただガヤを入れるだけ。え、うなちゃんどこにいんの？俺今いないよ。なんで？感染モードで手下を見てる。うわ、高みの見物じゃないですか。もうその名の通りよ。手下行け、頑張れ。ひでおさんに負けるな、先に相手を3本取ったか勝ちだ。いいぞいいぞ。は、君、手下の腕前は分かりません。分かりません。手下ね、でもね、自分はやっぱ多分あんま使ったことないと思うんだ。はい、僕強い。ひでおさん、やはりよるな。僕強いのですから。まあ、確かに、ひでおさんのジムワイパーは強いから、こうなっちゃうんだけど。でも、手下はね、俺の、劇を入れてますからね。ずっと応援してるからね、見ながら。頑張れ、手下。目の前にひでおさんが。ほら、ほら大丈夫？ほら、くらえ。大丈夫か？停車、隠れてもいいぞ、それ。あ、うまい！クエもできる！え、うまい！うまいぞ、よ。うまい、逃げろ、逃げろ、逃げろ、停車、逃げろ！停車！停車、大丈夫か？うまい、うまい、うまい！倒せ、倒せ！うぃー！停車！そう、やっぱ停車じゃ勝てないのか。停車じゃ勝てないのか。おばちゃん、ちゃんと停車に指示は出したんですか？指示には、死ぬ気で頑張れと伝えといた。おい、うなちゃん、それじゃダメだろ。もう根性論だ、根性論。本当ですよ。そう、俺も勝てないし、手下でも勝てないのか、ひろさんに。おら、おら、そこいるから気をつけてね。足元、足元、足元。おら、あ、うまい、うまい、気をつけて。手下、あの目の前に見えてるから隠れて、最大まで隠れていいぞ、手下。おら、手下、手下。おら、あいつ、あいつ尺稼いでやがるぞ。おら、気をつけて。で、真下気をつけて。真下ね。ワンパンされるから気をつけて。うわ、やら、うら、やばい、インクがやばい、インクがやばい、停車、やばい。そして、ひりおさん焦ってるぞ。逆、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 逆。うわ、逃げて。なんか、ショックワンダーで逃げれなかった。この勝負はですね、手下の負けですね。うら、ひりおさんの勝ちですよ、もう。3本。うら、多分取ったんですよ。おい、なんかまだ戦う気だぞ。やめろやめろやめろ、僕が勝ったのに、僕が勝ったのに。ちょっと待って、追いかけていくんですから。まだ、じゃあまだ諦めきれないんだよ。何、諦めろ、諦めるんだ。悔しいんだやっぱ。ひれおさんは諦めろ。いけ、でした。最後にいいとこ見せちゃえ。みんな見てるぞ、みんな動画だからみんな見てるからな。でした。くそ、これ指導した方がいいか。よし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 、もう次ちゃんと指導するか。よし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 、今度僕も手下連れてこようかな。マジ、ひろさんの、はい、僕の手下連れてこようかな。マジか。うなちゃんの手下でもすぐ諦めない心を持ってる。そうだよ、いや、かっこいいべ、この手下。危ない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 。そんなこと言って手下を油断させるな。危なかったよ。いやー、ひろさんの勝ちですね。はい、うん、強い、僕勝ったよ。ヒロさんの勝ち。手下でも勝てなかった、俺も勝てなかった。ヒロさんも最強。イエーイ、僕最強最強。